白の部屋着着るよ、着る着るよ。充電してね。いや、充電しよう。モバイル。明日10度最高気温いかない？最高気温で10度いかない？え、寒っ寒っ、それは寒い寒い。寒い。明日厚着しないと。めっちゃ寒いな。長袖着て出かけないと長袖青いえ、どういうこと？明日からってこと？遅くない？そう、明日早起きなんだよね。ちょっとだから今日早めに終わるね。1時間ぐらいしようかな。でも11時半ぐらいになったランキングで終わる。ちょっとだけ早く30分ぐらい。めっちゃ早いの朝。明日 4時とか4時過ぎか、そんぐらい。めっちゃ早いからちょっと早めに終わるわ。早いからこのあとお風呂も入んなきゃいけない。まだメイク落としてないし、やばい、寝る時間が。え、本当に早いね。だよね早くお風呂入ってなきゃ。教育部の活動してきた、活動、あ、食べてきたってことどうでした？美味しかった？高永ゲームさん、そうだね。で、昨日結局ゲームしなかったんだよね。なんかそう、結局しなくて。眠くてやめた。もう一日中やってた。いいな、いいな。ポケモンいつ買おう、使おうかな。ピピしない。明日もしないし。そうだね、明日もしない。ポケモンまだ買ってないね。朝食べるには味よりに体力いい体力必要だったありがとうね、食べてくれて。クリスマス、いつ買うか分かんない。ポケモンいつ買うか分かんないよ。分かんない。クリスマスなんでとか分かんない、決められない
いつかバイオレットとバイオレットだって、スカーレットとバイオレット、バイオレットだね、バイオレット買おうとしてる方。ジェットコースター好きだね、得意。でもあれはフリーホールの上に垂直に上がって垂直に落ちるやつ、あれは苦手フリーホールは苦手だけど、普通のジェットコースターは好き。ヴァイオレット人気、確かにヴァイオレット売ってる人多いかも、見るかも。スカーレットもいいけどね。バイキング、あ、バイキングみたいなの私好きだよ。次はトラ好き。フリーホールだけかな、苦手な絶叫系のやつで。ちょっと苦手あれ怖い、普通に。上に上がるやつ、上に上がるやつって何？それフリーホールじゃないの分かんない、なんだそれ。ソーリン、あ、それソーリンめっちゃいいよ、めっちゃいい。一回しか乗ったことないけど楽しかった。フライングダイナソー乗ったことある。あれ楽しいね。思ってたより怖くない、想像してるより。ディズニーだから、え、ディズニー行かないよ明日行かないけど、ニュートンおすすめ、キジマの？ニュートンフリーホールじゃんニュートンフリーホールだよあれ。ニュートンが苦手なんだよね、キジマにある。何回か乗ったことはあるけど、3回ぐらい乗ったことあるんだけど苦手、怖いあれ。タワテラ、あ、タワテラはね乗れるんだよね。なんかちょっとずつ落ちるじゃんあれは、あれは乗れる。ちょっとずつ落ちるやつは乗れる。あとなんかこうなんか完全に外じゃないじゃんディズニーのやつは。遊園地のやつってさ、こう足つく場所もなくってさ、そういうの外じゃん、なんていうの、なんていうの伝わるから。そうなんか座る場所だけみたいな感じじゃん、タブテラと違って。で遊園地のやつは大体1回で落ちるじゃん、一応高い場所から。ちょっと苦手。タブテラだったら大丈夫。ああいうのだったらちょっとずつ落ちるみたいな、だったら乗れる。普通のフリーホールは苦手。
そう、私後でやんないといけないこともあるんだ。いや、寝る時間がどんどんなくなる。やんなきゃ。パソコンでやんないといけない作業があったんだった。忘れてた。グラコロふわっとろ卵の方食べたい。スタンダードの卵の方食べたよこの間。スタンダードの方まだだけど、どっちも食べる。早く、ね、いや、あと1時間ぐらいするけど、アンケート、いやアンケートじゃない、寝だめしてるから大丈夫。いや寝だめしたっていうほど今日寝てないんだよね。普通な時間なんて普通ぐらい、めっちゃ少ないわけでもないし多いわけでもない、普通。ゲームじゃない、あのね、こっちのゲーミング PC じゃなくて普通の何ちっちゃいやつの方のパソコンやんないといけないことあった。それぐらいしてお風呂入って1、2時間寝れるかな。全然寝れない。いっか、なんとかなるか。普通ってさ7時間とかさ6、7、8とかそのぐらいじゃない？わかんないけど、いやよく聞く睡眠時間みたいな。今日何時間寝たかな。7時間か8時間だ。シャルムしながら、いやね、できないんだよな。シャルムしながら、私の携帯があればできる。いやできないんだよな。このさ、この端末を使いたいんだよね。両方使ってやる、なんかから PC の方にまとめるんだけど、携帯が圏外になってる。これちょっと Wi-Fi が繋がってない。ちょっと反応しないんだけど、あ、なんかおかしいな。そうだね、そっちの携帯も使いたいからな。できないわ。これはね、明日までに終わらせないといけないんだよね。明日まで。で明日相当早くに出て帰ってくるの夜だから、絶対今日やった方がいいよ。明日間に合う？間に合うかな。いや怖いね。明日10?24時まで。いやーな、微妙な気がするわ。今日やっとこう。今日やろう。いや睡眠時間削ろう。いや。ギリギリ休み、なんかね、12月入ってからやんないと分かんなかったから、これできないから12月入ってからやろうと思ってたんだけど、公演があったじゃん。だからそれまではさ、やりたくないからやめとこうと思って、でいつまでだっけって今日の移動中に見たら、あ、明日までだってなって、で今日もさっき帰ってきたからさ、できなかった。時間がない、普通に。そんな時間、1時間ぐらいかかる。1時間ぐらい。
明日早起きして、明日早起きするとなったらもうやばいよ時間。ただでさえ私さ4時か4時過ぎに起きようとしてんのにさ、どんな時間に起きればいいの。無理だわ。さっきの、そう、まださっき帰ってきたからね、入る時間なかった。石持ってくるだけ持ってきとこ、できるとこまでやっとこうかな。いやね、1時間はしたいんだよな配信。もうちょっと、だからまず明日移動時間も長いから、この時間でも寝れる。よし、できるとこまでやろう作業。充電あるかな。移動時間です。いやね、パソコン持ってきたくないんだよね、重いから。持ってきたくないんだよね、邪魔だから。メガネかけない、だってコンタクト入れてるもん。この目にメガネかけたら見えない、逆に。あとあと音が、音が出ちゃった。いいんだよね、こっち読み込みがちょっと待って、まだ終わってない。ん、もう激やっとついた。とりあえずゲーム、今日はゲームしない。だってもう配信終わったらお風呂入ってすぐ寝なきゃだから、今日はしない。ながらブラインドタッチ操作、いや今操作してないよ全然。遅いんだよね起動が。これ
じゃないな。なんか今日なんか抑えない、いつもより昨日は。見つけた。あれあれちょっと。うん。よし、ちょっとできるところまで終わらせちゃおう。いやもう待って待って、最初からできないかもしかして。できるとこまでやろうと思ったけど、やっぱ携帯ないと無理だな、こっちの端末。ないと無理だわ。何の作業言えない言えない、何の作業か。あ、マジ、え、なんだっけこれ。いや、もうないと無理だわ。わかんないわ。書くやつが。何のやつか言えないかな。打ってるかなこれで。なんとなく打ってるけど、ここだけ終わらせよう。あ、これで。だってやっぱ携帯ないとか分かんない。こっちの。無理だ。分かんないから。ここいけるか。後でやろう。配信終わってからにしよう。どこまでしか分かんない。うまく、いや、ね、いつもね、この配信してる携帯確認しながらやってるからね、わかんないんだよね、そっちで確認しながらやんないと。打つやつが何か、毎回同じのじゃないからわかんない。ちょっと、後でやる。わかんない。
やろうと思ったけど、こっちの貨物じゃ確認できないから、これこっちで、こっちじゃ配信してない方じゃちょっとできない。携帯信じできるけど画質が悪くなる画質悪くなっちゃうよ。今日はいい本当に、じゃあ変えちゃおうか。それだったらいけるけど、ちょっとじゃあありがとうも会場電気じゃあ変えようかな。帰るね。よし、これでできる。やろうか。じゃあ作業、いつもね2台の違うの PC と携帯使ってやんなきゃいけないやつがあるんだよね。それか、やっと分かった。打つやつだ。あ、え、消えちゃった。そう、間違って切っちゃった。さっき間違えた。押すボタン間違えた。しようとしてるの、しないといけないやつちょっと言えないけど、ちょっとこれはあれ、あんま、ああ、え、どこ、これ、高性能、ああ、ゲーミング PC だとねできないんだよねこれ。今 Excel で作業してるんだけど、 Excel 入ってないからゲーミング PC の方には。入ってないからね、できないんですよ。こっちにしか入ってないから。宿題？宿題？え、何の宿題？はい。宿題じゃないよ、宿題ない。え、何宿題、え、どういう意味だ宿題ってなんだ。私大学生とかではないよ全然違う。学校の授業の、え、学校の宿題でとかじゃない、別に。人生の宿題、なんか重いな重い何それ、人生の宿題って。
宿題？宿題とは違うわ、とは違う。ちょっと違う。エクセル、これを終わらせて配信終わろうじゃん。あと30分で終わる気しないもんだって。10分できっと終わんない。だってまだ全然終わってないもん。今さ、時間かかるんだよね、いつもこれするの。確認しながらやってたらさ、それは終わるの、それも終わるのね。きっと終わんないんだよ、30分までに。多分30分までに終わったら、もし30分に終わる、終わんない気がするけど。時間との戦い。確かに。まあでも12時までに終わればいいかね。12時までに終わんなかったら配信が切れちゃう。12時までに終われば大丈夫、どんなに遅くなっても。さすがに12時までには終わると思う。さすがにそんなにはかかんないはず。マウス使ってる今、これ押してるのマウス、これ、これマウス、今さっき押してた。手元映して、手元映せない。押してるやつとか映せないよ。ちょっと打ってるの言えない。いや、終わり、終わる？終わりそうな気もするわ。早く、私が早くすれば。30分までに。今回意外と終わるかもしれない。いつも1時間もかかってたけどな、そもそも。いつもどんぐらいかかってたかも覚えてないや。キーボードだけ？キーボードだけ映してってこと？映せないよ、無理だよ。何打ってるかわかるじゃん。ダメだって言ってんじゃん。映せないよ。無理無理。
仕事か。そういう感じ。そう、ちょっと早くするために真剣にやるわ。じゃなかったら終わんないわこれ。気分どんだけ何やってるか分かる。絶対分かんないでしょ。全部一緒じゃん。同じ音じゃない？いやでも分かる。もうそれだいぶプロ、なんていうの、プロっていうか、もうなんかなんて言ったらいいんだろう。難しいわ。やばくない？それで分かったら天才じゃん。病気。いやそこまで言ってない。そんなそこまで言ってないよ私。いやわかんない。絶対にわかんないはずよ。いや引退期とかしてる。音は分かるかもだけどさ、さすがに今の音はなんかここのキーを打った音だとか絶対分かんないでしょ。いやびっくりなんだけど、分かったらあれ。リックかタイピングかくらいしかわからない。普通だよそれが。いや分かったらやばいんだって。絶対に分かんない。今まで出会ったことないもん。なんかキーボード打ってるとこ見なくても音だけでどのキーをしてるか分かりますなんて人なかなかいないでしょ。いるのかな。そもそも怖くない？いたらすごいよ。そんな分かっちゃう。目線でわかる可能性。目線でわかる？いやわかんないです、さすがに。なんかもうさ、こう探偵とかなるわかる。みんな違うじゃんだって。いやわかんないきっと。プロだったら分かるかもだけど、いないでしょ探偵。なかなかそんな人。いやきっと分かんない。大丈夫大丈夫。さあゲームしてるのかも。いや確かに。えその可能性もあるからね。実はこうやってこうやってる風に見せかけて本当はゲームしてるみたいな、あるかもしれないしね。わかんない。いやこっちゲーミング PC じゃないけどさ、あるじゃんこういう PC でもできるゲームが。そういうのやってるかもしれない。実はね。実はやってるふりでこうやって打ってるふり。これはなんかキーボードも押してるけどまた PC 電源ついてないみたいな。何やってんの私。
何やってんの。それだとしたらフリだったら尊敬するやばいでしょこんな。間違えたこれじゃない、こっちか。違う、ちゃんとやってるから作業やんないといけない作業やってるから、ちゃんと振りじゃない。長い文字が合ってるよね。これで合ってる？合ってる。でもあとちょっとで終わんないかな。ちょっと待って終わるって言おうと思ったけど、ちょっとあとどのぐらいかが分かんない。終わりそう。でも30分までに。この日ちょっと待って、どこだっけな。これだ。23時5分。え、いけるんじゃない？わかんないな。でも間に合そう、終わりそうな気はする。気はするよ。あとちょっとな気がしてるもん、だって。気がしてる。多分終わる。多分。多分ね。なんだっけ、これ。うちの携帯がないとできないわ、ほんと作業が振ってないんだよな。あった、見つけた。気のせい気のせい。え、そんなこと言わないでよきっと終わるから、きっとわかんないけど、きっと終わる。さっき焦ったじゃん、びっくりした。もう30分なのかと思った。まだ7分じゃんもう30分かと思ったよ。いや、終わりそうな気はしてるけどな。いやさ、エクセルのさ使い方絶対にさ効率悪い気がする。やってる使い方わかんないな。なんだろう、なんか小学小中高小学校習ったかな。あんま小学校パワーポイントとかかな、なんか作ったりとかさ、資料なんかスライドみたいなたりとかなんかした記憶はあるけど、習うけど覚えてないんだよね。もう授業でしかやんないからさ、
覚えて、なんかそういう検定とかも受けたことないし、私覚えてないんだよね。そういうなんか学校以外で使わなかったからさ、今まで。最近使うようになった。でも月に1回ぐらいしか使わない。これか。これで合ってる。日常的にね、そうなんだよね。触らないからな、日常的に。会社員とかだったらあれかもだけどさ、この効率よくやんないといけないから、それでなんか学んだりとかあるかもだけど、ないからさ、そういうのが。私たちってさ、やるとしても基本携帯でできることじゃん。 SNS 投稿したりとかさ、だから忘れちゃったな、もう習ったことなんて。覚えてない。なんか習うじゃん、いろいろ。いろいろしないならとかは覚えてないけど、覚えてないや。だから使いこなせてない気しかしない。非効率的なやり方してそう。分かんないけど、あ、いっか、こっちで。今日カメラ、あ、これね、古いカメラ、あ、間違えた。前使ってた iPhone でやってるからね、ちょっと画質が悪くて近めなんだよね。え、これで合ってるよね。ちょっと待って、打ってたけど、今こっちにあるんだよね、いつも配信に使ってるやつ。ちょっと今使いたくって、終わったら携帯戻すつもりでいるけど、ちょっと待ってね。あ、そう、これパソコンじゃないといけない。だってエクセル使ってるもん今。スマホない、できない、スマホじゃ。あ、間違えた、これ。これじゃないじゃん、私。ああ、せっかく打ったのに。せっかく打ったのに、やり直しじゃないか、ここの欄だけ。これね。間違えてた。オッケー。でも一箇所しか間違えてなかったから大丈夫。すぐ終わった。これでずっと間違えてたら危なかった。早く気づいたから。で、ね、これは。え、終わるんじゃない？あと18分でしょ？終わりそう。多分終わる。忘れた。で、あ、そうだね、これデスするやつを。宿題とかではないけど、これか。次
倒くさいねこれやるのね。でもやんなきゃこれいつもね、これいつもやるときダラダラやってるから時間がかかるんだよね。いつもさ早く終わらせたいけど、まあ、長くてめんどくさくなってダラダラやっちゃうんだよね。だからダメなんだよな。ん？え、どれだ？OL さん風、 OL さん風に見える？見える？いけてる？見える？新入社員、新入社員っぽい。これだ。会社員 OL さんやったことないけどほい。秘書、秘書とか大変そう。絶対私無理だわ。絶対無理。大変そう。すごいよね、秘書って。え？合ってるね。すごいこと思った。オッケー。いや、あとちょっと。あと、うん。14分いける、多分終わるわ。ちょうどいいぐらいに終わりそう多分。あ、深夜残業確かにね、この時間帯だったら深夜残業してる風。なんだっけ、ここ、キーの位置が全然覚えれない。使えなさすぎる。覚える。普段使わないキーの位置わかんないんだよね。見ないと打てない。ノールックで打てない。使わないもん、普段キーボード。ゲームやるときもさ、あんまキーマーのゲーム最近やってないからさ。エペパッドだからさ。ま、変わんないんだよね、キーボードに。うん、バレンタッチできない。見ないと打てない。だってわかんない。いやー、すごいよ、打てる人。使わないからさ、普段。ミスってるし、その音パソコンエクセルなんで。缶コーヒーなら、缶コーヒー飲めな私。コーヒーちょっと苦手。あ、ちみちょっと甘いか。いや、ちょっと手間が増えるだけ。
私コーヒーだけ飲めないんだよね。カフェオレは好きだけどコーヒー苦い普通に。あ、ココア飲める。ココアは好き。ココアは好きだね。美味しいよねココア。でもねカフェオレさ、カフェオレ家で作るとき砂糖入れたりとかはしないんだけど、でもコーヒーだけは苦い、無理だ。コーヒーだけは飲まない。普段ほんとちょっとで終わる。今日はいつもより早いんじゃない終わるの。気のせいかな。あとちょっと、紅茶、紅茶嫌いだよ私。嫌い、苦手。飲めない紅茶。なんかお茶の味がするのにさ、なんか独特な甘さがあるじゃん、あれがダメなんだよね。飲めないよ。まつげ足でやったら良くなったり。タイピングの練習。あ、エクセルの練習か。一応さ、私毎月これやってんだけどさ、結構1年ぐらいやってるかな。そんなやってないっけ。いや1年ぐらいやってないか。でも10ヶ月、あ、なんか7、いや半年以上一応やってるんだけど遅いんだよな。いつもね、なんかダラダラしながらやっちゃうの。こうなんかテレビつけて、でテレビ見ながらやったりとか。全然進まない。全然進まないんだよね。めんどくさいからさ、ダラダラやっちゃうんだよね。そういうテレビ見ながらとかで時間があるときにダラダラしながらやってる。だから全然わんないね。そう、そうなんですよ。理由はそれはなかなか終わんない理由は時間がかかれる。で、なんだっけ、これか。え、違うとこに打っちゃった。どこに落ちて、さっきせっかく打ったのが消えちゃった。あとちょっと、あとちょっとで終わる。え、結構ちょうどいいぐらいの時間に終わりそう。あ、え、え、ちょ、何これ、ちょ、あ、待って、これ、あ、あ、今合ってるわ。間違ってたかと思った。55分に、いや30分に終わろうかなと思ってたんだけど、まあちょっと終わった時間をで考える。また、いや、この作業だけして終わるのもあれだなと思って、まあちょっとまた後で終わったら考えよう。何分にランキングで終わるか。あれどこ打ってたっけな、さっきこれの話。これか。意外と私打ってた。け、何分ぐらいしてるっけ。結構やってる。30分ぐらいやってる私これ。何分ぐらいやってる。結構長いやつ。ああ。
やってるかな、もしかして。じゃあ早くないかも、意外と早く終わるかも。もっとやってる気がする。じゃあ遅いな。いや普通に時間かかってるわ。じゃあいつもとあんま変わんないかもしれない。時間今日なんか早くは終わってる気がしてたけど、気のせいか。1時間、え、私もやってる？ショールーム始めてからはやってない。なんてちょっと経ってからやってる時間。何分に始めたか分かんないけど、何分、20分に始めてるのね。1時間もやってないよ。だって最初のはやってなかったもん、これ。あ、作業30分ぐらい。じゃあいつもとあんま変わんないかもしれない、もしかしたら。ちょっとあと2箇所ぐらい打ったら終わりだな。2箇所多分。ね、ちょっと待って。あ、もう終わる。これで終わりだ。次打ったら。よし。よし。30分までに終わるじゃん。よかった。最終確認は後でする。ちょっと提出する前に。終わらせたい、これ長い。もうずっと打ってるの疲れた。会社員向いてな。あれよ、あとちょっと、あとちょっと。もうね、あとほんとすぐ終わる。一番の予感がで、で、誰か、あ、違いました。よし、あとちょっと、本当にちょっとギリッギリ終わるね、30分までに。終わった多分。ちょっと待って、ちょっともう一回確認するわ。でもちゃんと終わってるか、抜けがないか。
映画これか、あ、終わってるかもしれない。私しかいないグループに送るんだよね、いつも確認するように携帯で。で、これ保存したら閉じて。なんかすっごいさ、こっちゲームが表示されてるんだけど、なんでだ？これもしかして、まだ共有されてんのかな？あ、え？ちょっと待って。待って、なんかおかしいこれ。ちょっと待ってね。LINE がないぞ。これちょっとずっと設定をいじんないと。なんかね、ゲーミング PC と一緒になっちゃってるかも。それはまずい。これどうやってしたっけ、名前。え？どうやってやったっけ前。ちょっと待って、LINEが消えてるぞ。システム、違うね、ちょっと待ってね。なんかね、なんかおかしかった今デスクトップが。いや、これどうやってやるんだっけ。え、ま、え、待って、どうやったっけ名前。ゲーミング PC の方でね、ゲラになったのに消えてる。なんかさ、デバイス同期できるじゃん。あれはね、同期を消した。あ、あった、他のデバイス、これかな。うん？違うね、これじゃない、これじゃない。これじゃないね、これじゃない。同期したやつをね、消しといたんだけど、こっちが同期してる、もしかして。うん。え？このデバイス。ちょっと待って、どういうことだ。え、前、あれ、残しちゃった、アプリが。捨て落ちちゃった。いやね、デスクトップも同期してたの。それはね、止めたんだけど、ゲーミング PC のは止めてるんだけど、こっち何もやってなくってさ、え、それでなんか消えちゃってんのかなと思って。今朝の情報かな。あ、これだ、見つけた。前やった画面これが出た。ちょっと同期しちゃってる。うん？サイン
なんでサインインされてないんだこれ。間違えた。この広告邪魔だ。え、ユーザー名間違ってる。弱ってるんだけど。え。それにオッケー、オッケー。とやりません。あった。これだ。これがね、と来ちゃってんだよね。ああ、で、そういうことか。来ちゃったから。ちょっと待ってね。で、これってさ、なんでさ、登記しちゃうんだ。私これは、なんかさ、片方で消したらさ、もう片方の PC でも消えちゃうんだけど、これが正解なの？え、それが正解？もう一回同期しちゃったみたい。え、これ消せばいいのか今。なんかなんでかわかんないけど。え、そういうもんなのかな。PC マジで詳しくないからわかんない。え、同期わかんない。同期かわかんないけど、あのマイクロソフトアカウントが一緒なのよね。え、ってことは同期されてるってことだよね。違うのかな。わかんないわかんないけど、同期オフってどうやってすんの。仕方がわかんない。それをしたいんだよね。片方だけしたらこっちも消えちゃうから。やり方がわかんないんだよな。それの分かんない。それすら分かんない。え、これさ、今さ、ゲームが表示されてるんだけどさ、こっちの PC 消したいんだよね。使わないから。でも消すと、あのゲーミング PC の方でも消えちゃうから、デスクトップから。私 LINE、 こっちはねゲーム入れたくないんだよな。使わないから。マイクロソフトのアカウントが一緒なら1台の PC になる。え、そうなの？わかんない。ファイルを、え、何のファイルを右クリックしたらいいの？クリックしてどき関係ない。わかんない。それ何のファイル？わかんないんだよね。両方に、いや、こっちの PC の方にはね入れてなかったんだけど、なんていうの？そう、まあ、そんな感じだね。
そう、同じ。前ね、そのアカウントソフト、こっちの、あ、なんだっけ、アカウントソフトじゃないわ、マイクロソフトだ、マイクロソフトのこのアカウントを、こっちの持ち歩く方の PC をね、解除してってやって、 LINE とか消したんだけど、ゲーミング PC の方は使わないから、こっちも消えてるんだよな。パパの、そう、別の PC がある今、これ。マイクロソフトのアカウントってどうやって別にすんの？無理じゃない？どうやってすんの？だって電話番号とか1個しかないし。とりあえずデバイス削除したらいいか。これは繋げなくていいから、マイクロソフト。で、もう一回同じ画面を開けばいいのか。タスクバーの右下のコンマークを右クリックして設定できる。あ、ちょっと今さっき。動機の一時停止、これか。一時停止？え、ワンドライブを終了でいいの？これ。こっちの PC ワンドライブする？え、わかんないんだけど。え？ワンドライブフォルダー内のファイルはオンラインで同期されなくなります。これ？でもアカウント Windows バックアップのところに自分の設定を保存する。え、ちょっと わかんないんだけど、どれが正解？ちょっと待って。PC の、いや PC がね、同期されてるから、それを解除したいのっていう話。同期を解除したい。うん、LINE が消えちゃってるんだよな。いや、どっかにあるんだけど、多分表示から、いや、あるんだけどね、デスクトップにもっと持ってきたいんだけど。で、こっちの PC から、いや、 LINE はあった、 LINE は今ね、え、起動させなかったっけ、私今。あ、ログアウトされてるよ。え、こうなっちゃうんだよな、めんどくさい。もう一回 LINE 同期しないといけないんだよ。ちょっと待ってね、一回 LINE のやつ終わらしちゃうわ。さっき作ったあのファイル送る。自分にこれはしたかった。うん、オッケー。よし、遅れた。よし、これでとりあえずいいけど。同期の一時停止と同じ欄にある設定クリックして、ちょっと待って、右クリックだよね、これ。え、設定クリックして次の画面で表示される。バックアップ、
バックアップでってところで大きく会社ないよそれ。ちょっと待って。バックアップを管理？え？ってこ、え？え？違うか。違うな。ん？よくわかんないんだけど。え、バックアップ管理をしてもさ。フォルダが同期中です。新規を刻んだ。え、これでデスクトップを押せばいいの？バックアップを停止。これ？え、違うな、絶対違う。え、ちょっと待って、わかんないわ、マジで。何を押せばいいの？わかんない、ブランケット落としてるし。わかんないわ。え、でもさ、こっちの PC にさ、ゲームいらないから消したいんだよね、こっちの PC。 こっちの PC にゲームいらないんだよさ。でもこのマイクロソフトアカウントにさ、デスクトップのゲーミング PC の方しか入れてない。こっち入れてないんだよね。ってことは今同期してない、もしかして。いや、してるのか。PC 難しい、難しい。さっきマイクロソフトのアカウントでさ、この PC、 同じ PC2 台入ってたからさ、同じ PC じゃないな、こっちのなんだっけ、これその持ち運べるやつとちっちゃい方とゲーミング PC 両方入ってたんだけど、今触ってる方の PC を削除したんだよね。とりあえずもうこれで去年もいいし終わって寝ようかな。もう分かんないしな。え、今はとりあえず1個しか入ってないから、あ、消したいけど、デスクトップちょっと綺麗にしたいけど、このゲーム消して。だって使わないからさ、こっち入っててもアルガイズとか入ってるけど、でもこれ消すとね、リビング PC の方から消えるんだよな。どこだろう。
疲れちゃった。もうとりあえずできたし、さっきやろうとしてたやつは設定今度でいっか、忘れそう。今度やろうかな。壁紙だけ変えよう。壁紙砂漠になってる。これじゃないわ。可愛くない。できたかな。あれ、画質悪っ。画質悪っ。拾ってきた画像これはちょっとやばい。ああこれにしよう。これでいい。かわいい。よし。同居服してない。よく分かんなかった。もう今日はやめる。もう疲れた。よし。あ、やんないといけないことは終わらせたし、いいやこれで。また今度やろう。ランキングの時だけ携帯戻すか。ちょっと質が良くない。携帯変えるね。だ。今日早く3分ぐらいしか変わらなくないか。ランキング読もうかな。ちょっと早く寝ないと本当に明日が早すぎるんで。あ、これ充電しないけど、今日はもうランキング読んだら12時になる前に切っちゃいますね。よいしょ。よし。13位からランキング読みます。13位、えほうさんありがとうございます。12位、まさむねさんありがとうございます。11位、としのりさんありがとうございます。10位、本校の、あ間違えた、10位、トッシーベビーアットマーク、キョガタムズさんありがとうございます。ごめん飛ばしかけた、危ない。9位、本校のハルマットマーク、キョウカオイさんありがとうございます。あ、ランキング変わった。13位かも変えますね。13位、天然グラスさんありがとうございます。12位、香港の春マットマーク、京香織さんありがとうございます。11位、プッチーニさんありがとうございます。10位、ワタニーさんありがとうございます。9位、ユージアットマーク、実は京香さんのことが好きですさんありがとうございます。8位、としのりさんありがとうございます。7位、としベビーアットマーク、きょかたむずさんありがとうございます。6
6位ジョークスノーさんありがとうございます。5位筋肉愛好家さんありがとうございます。4位マルさんありがとうございます。3位ラスカールさんありがとうございます。今最後の方読んだよね。次にウドさんありがとうございます。そして1位がフロマンさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。ありがとうありがとうございました。明日は明日も今日と同じぐらいかな。明日も今日と同じぐらいにやると思う。ああ早起きだ早起きだ早く寝なきゃ後でやだ早起き。よし早くお風呂入って寝るわ。じゃあ今日もめっちゃ早いんだした。ありがとうございました。じゃあ明日も多分今日と同じ時間にやると思うんで、じゃあまた明日。ありがとうね。バイバイ。おやすみなさい。またね。バイバイ。ありがとうございました。